インチキ野郎をぶっ飛ばせ、インチキ獣医、インチキショップ、インチキ愛護団体、インチキトレーナー、インチキブリーダー、今までに経験したパターンから動物関連の人の中でこういうやつはちょっとインチキだぞ、怪しいぞっていうパターンを紹介したいと思います。これをですね、ぜひ参考にしていただいて、今付き合っている動物関連の人たちの様子をね、もう一回見直してみてください。もしこれに該当するものがあったらば、付き合い方を変えた方がいいかもしれません。もう秋ですね。8月10日にツクツク帽子が鳴くのを見ました。ということは、それから4週間後、9月の1日には、秋が来ます。だいたいツクツク帽子が鳴くと3週間後にあれなんかちょっと違うなって気づきます。そして4週間後には完璧に秋という感じになりますよ。もう夜熱中夜っていうのはないですね。ツクツク帽子が鳴き出したらばもうそれは秋の訪れの印です。4週間後には秋が来ます。まずインチキペットショップを見抜く方法、インチキのペットショップというのはいろんなパターンがあります。悪質なものを販売するとか、悪質な説明をするとか、いろんなパターンありますけども、今回ですね、説明したいのは皆さんが結構盲点になっているかもしれない、こういうのは気をつけた方がいいです。初めに買い物に行った時、ものすごく愛想よくて、いろいろやってくれて、いろいろ教えてくれて、あ、この人親切だなと思うわけです。ところがペットショップ、ペットを買ってお金を使っていくうちに絶対買うものがなくなってきます。それはペットのものですから、それはいずれ買うものなくなります。強いて言えば永続的に買わなきゃならないものとしてはドッグフードであったりとか、キャットフードであったりとか、あるいはペットシーツだったりとか、そういうね、消耗品とか、そういう消費していくものはあれですけども、それ以外のものって大体ね、買うものがなくなってくるとき必ず訪れます。そうなったときにペットショップの店員の態度がコロッと変わる瞬間あるんですね。もしそうなったらば、そこのショップはちょっと気をつけた方がいいかもしれないです。今までよくしてくれて時間を費やしてくれたのに、突然時間を費やす時間が減ってみたり、あるいは今までより態度が冷たくなったりということがあるかもしれません。それはそこのペットショップが悪質である可能性があります。なんといってもペットショップというのは他の商売と違いまして、命を扱う商売ですから、お金が好きなこと自体はまあね、それはいいんですよ、ね、人間ね、お金好きっていうかね、このエコノミートークンで、要するにこの洗脳された生き物ですから、現代人類というのはね、ですからお金が好きなのは仕方ないことなんですが、でもそれであってもペットショップというのは命を扱う商売ですから、命を優先にというのがね、やっぱりモットーでなければならないと思います。それっていうのは人間同士の付き合いにも重要だと思います。もうこの人お金使わなくなったから、あっちのお客さんに時間を費やした方が得だなとね、そういうふうに考えるペットショップはありますね。そういう人っていうのは結構冷たい人が多いです。いざという時、本当に困った時、そういう人たちは助けてくれません。そして次がインチキ獣医の見抜き方です。これね、やたらと専門用語を連呼するような獣医はちょっと気をつけた方がいいと思います。やたらと専門用語を獣医するっていうのは、大学を卒業したての新任の獣医さんだったらば、それはね、仕方ないです。学校で教わった言葉をね、いっぱいね、どうしてもね、口に出ちゃうんですね、習慣ですから。ですけども、卒業して何年も経つのに未だに専門用語を連呼してくるっていうのは怪しいです。専門用語を連呼してくる獣医さんっていうのは、実は何もできない獣医さん非常に多いですね。本当に腕のいい獣医さんというのは、ちゃんと飼い主のケアもできる人ですから、飼い主が分かりやすい言葉をちゃんと使ってくれるんです。要するに専門書と一緒です。専門書ってやたら難しいこと書いてあるんです。でもあれってね、簡単に書くこともできるんですね。ですけど簡単に書くと読んだ人がね、頭良くなって気がしないので、わざと難しい言葉を使っている率が高いんです。それと同じなんです。要するに自分が大したこと知らないので、知っている難しい専門用語を使うことによって、自分が博識なものと見せるための技ですから、気をつけた方がいいと思います。実は何もできない獣医さん、やたら難しい言葉を連呼します。そして本当にいい獣医さん、その飼い主さんに合った説明をちゃんとしてくれます。飼い主さんのケアもできて初めて本当の獣医師です。続きまして、インチキ愛護家を見抜く方法です。インチキな愛護家というのは、簡単に言うとインチキというか、これはね、正直言って無知な人が多いんですね。無知なんですよ。で、自分の中の正しい動物の飼育の仕方、正しい動物との接し方みたいのがありまして、他のね、飼育あるいはね、環境をね、
認めない人が非常に多いんです。でそのやり方が合っていればいいんですけど、合ってないのにそうだと思い込んだら、いやそうなのよって言って一辺倒になっちゃう人非常に多いですね。でそういう人とちゃんとした愛護団体の見抜き方っていうのが一つあります。やたらと敵が多い愛護団体はちょっとねお付き合いは考えてからの方がいいと思います。それねどういうことかと言いますと、やたら敵の多い愛護団体というのはそういった偏った思考のところ同士がぶつかり合うとね敵対しちゃうんです。愛護団体同士で実はね愛護団体ってねめちゃくちゃね仲悪いの多いんですよ。実は愛護団体同士、ここの愛護団体とここの愛護団体は仲が悪いとか、ね、非常に多い。それはねへんてこなところがあって、まともなところがそことこうやり合っていうのは普通なんですけども、そうじゃなくて変なところっていうのはあっちもダメこっちもダメこっちもダメ、いいのはうちとあそこの何々さんとこだけねとか、やたらと付き合える愛護団体が少なかったりとか、あるいはそういう愛護団体の人っていうのはあそこの獣医さん、あそこの先生はまともだけどあそこはダメよとか、やたらとね情報通な愛護団体ともおかしい人が多いです。極端な人だと何々先生だけでまともな人はとかって言って付き合える獣医さん一人しかいなくなっちゃう。そういう人っていうのは結局自分の人間付き合いが下手だから獣医さんまで特定の人としか付き合えなくなっちゃってるだけの可能性が高いです。全員とは言いませんけど、そうなる確率非常に高いので要注意が必要です。お次がですね、インチキトレーナーを見抜く方法、まあ、トレーナー、まあ、訓練士、まあ、訓練士とトレーナーで違うんですけども、まあ、まあ一緒くたに見ていいかもわからないですね、まあ、この際はですけどね、うん、まあいいでしょう、うん、どういうのがインチキかというと、人のやり方を間違って間違ってっていうのは間違いです。いろんなやり方あります。犬のトレーニングの仕方って大きく分ければ2つなんですけども、それであってもこの2つを混ぜていく、その混ぜるバランスによってもう何十通り何百通りと出てくるわけです。そしてさらに犬一頭一頭個性がありますから、やり方ってね変えていかないとねうまくいかないんですね。それを何でもかんでも一辺倒のやり方でやろうとするトレーナーっていうのはやはりちょっと経験不足なんですね。数頭をやってそれでうまくいったら全部の犬がそれでできると思っちゃってるんですね。そういう人っていうのはまだね経験不足だから、まあしょうがないな、しょうがないっていうかまだね先生についてるべきだろうな、そういう人は。うん、ですからまあそんな感じで、あの一辺倒のやり方で何でもかんでも解決しようとするトレーナーっていうのはちょっと怪しいと思った方がいいと思います。そしてお次がインチキブリーダーを見抜く方法です。ね、ブリーダーっていうのは大体得意な犬種というのを1犬種2犬種、まあ、多くて3犬種ぐらいまでは持っているものです。ところがうちは何もやりって言うんですけど、じゃあどれが得意なのっていうと得意なものが何もないという、一番売れる犬が一番得意な犬になっちゃってるってのはちょっと怪しいです。ブリーダーじゃなくてパピミールの可能性があります。パピミールもそれ立派な職業で立派な、ね、仕事なんですけども、ブリーダーっていうのはその犬種の専門家っていう意味ですから、僕が言いたいのは例えばプードルを飼育、ね、真面目にやっていきたいんだ、だからプードルの偉い先生とお付き合いがしたい、そのために素晴らしいブリーダーと交流を持つためにそういう先生から犬を購入するわけです。そうするといろいろ教えてもらえたりですね、いろいろあるわけです。ところがそういう得意な犬種を持ってないブリーダーから購入してしまいますと、そういったことというのはほとんど教われないです。犬全般に関することです。いやプードルはこうだよ、いやこうだからね、こうだからねっていうような感じで終わっちゃいます。ですから本当の知識が得たいのであればプードルのいい先生から犬を購入するとか、初めかその犬種のエキスパートから犬を購入するのが、僕はその犬種のことを知るために最もの近道だと思います。今回はですねインチキってちょっと過激な言い方しましたけども、ちょっと、ね、強めの言葉を使わないと多くの人たちがパッと意識ね振り向いてもらえないので、ちょっと、ね、みんなに聞いてもらいたくて過激な言い方しましたけども、今言ったような注意点がちょっと、ね、パッと、あ、そういえばあの時あった、あの時こうだったって思う時があったらば本当にマジに注意した方がいい可能性ありますからお気をつけください。その点を踏まえた上で付き合っていれば、要するにこっちもそれを分かった上で付き合っていく分にはいい付き合いができると思いますので、まずちょっとね心当たりがありましたらば、お互い理解するという意味でもそこら辺のところはちょっとね注意した方がいいと思います。